くなりましたので、これをまっすぐ、6月20日です。こちらのオルゴンプランターに移植してまいりました。ブラックベリーちゃんですね。見てください。移植した時はね、実はね、根っこがね、1本しか残ってなくて、あと切れてしまったんですね。もうなんとかね、誘引の季節も随分外れていましたが、なんとか実がついてくれていますね。はい、そうですね、美味しそうに売れている子もいますね。もうちょっとね、季節が遅れたので、花芽の付き方がね、全部が全部お花が、全部咲いてついたというわけにはいかなかって、花芽が落ちた子もいます。ありました、ました。こんな風ですね、誘引の途中に花が折れたんでしょうか、切れた子もいました。始発物です。ちょっとよく売れてるのでね、取って食べたいと思います。美味しいかな、食べてみます。うん、結構折れてますけど、まだ酸っぱいです。こうやっての先っちょの方から茹でるんですよね。こちらも食べてみたいと思います。すっと取れないから多分酸っぱいと思います。すっと取れない子は、ね、酸っぱいんですよね。うん、予想通り酸っぱいです。はい、もう少し売れるの時間かかるでしょうかね。ブラックベリーです。移植してきて今年の春先でしたかね、ちょっと遅くなったんですけれど、移植してきてほとんど根っこがなくなったこちらのブラックベリー、ウルオンプランターに植えたらこんなに、実がつきました。今日は雨もね降りそうなので、
こちら雨に当たったら腐ってしまうので収穫をしようと思います。で毎年少しずつ収穫しています。片手で、ごめんなさいね、スマホ持ったまま、こんな風にぐるっと、はい、収穫します。よいしょ、はい、収穫です。こちらもね、雨に濡れたらね腐ってしまうんですよね。だから大急ぎで収穫します。これはまだかな。でこちらですね、あ、これポーンポーンってできましたね。だいぶ売れてますね。これはちょっとおかしな子ですね。この子ももう取っときましょう。うん、売れるかもしれない。追熟はどうかな、追熟するかな、追熟あるかもしれませんね。ちょっと追熟ちょっと観察してないでごめんなさい、はい、これも取りますね。こんな感じですね、はい、これも取ります。よいしょ、こんな感じで取っていこうと思います。今日はこれぐらいですね。時々ね食べてますので、私がこの、世話をしながら、ちょっと少ないですけれど、これを洗って冷凍庫に入れておきます。そして合わせてジャムにしていきたいと思います。こちらね、まだまだ売れてない子がこれだけですね。今年は、ちょっと誘引がね遅れたので収穫が少しは少ないと思いますが、まあ、これだけあれば、ね、楽しめるかなと思います。こんな感じです。視聴者様のご質問で、シュート枝ですね、この枝が、曲げると折れやすいのですがというご質問がありました。ちょっとね、これ伸びて伸びてまだ伸びる気配があります、ね、もう枯れて落ちて地面にまた発根しそうな感じですね。これやっぱ急激に曲げると、折れるので柔らかくカーブをさせてあげてください、今は倒れてますけれど伸び始めは、立ててね、見ました。立てている方が長く伸びます。今年伸びた枝に来年花が咲いて芽がつきます。はい、簡単に取れるのがよく売れてる証拠です。ちょっと引っ張らないといけないのね、酸っぱいと思います。もう雨が降るので取っちゃいますけどですね。これは酸っぱそうですね。通り引っ張らないと取れない。スポッと抜けるのがよく売れてます。あ、これはよく売れてそうですね。ポンと抜けますね。ポンと抜けますね。で、後のとこがこういうふうにね、ひっついてますね。見落とさないように、見落としたらね、カビが入ってしまうんですよね。はい、これですね。よいしょ、うん、はい、今年もたくさんジャムができそうですね。ジャムを作ったり、チーズケーキの上にねちょっと乗せて焼いたりするのもいいですね。ちゃいました。これぐらいかな。上の方まだねあります。今高さが1メートルぐらいの方が取りやすいですね。こんな感じでまだ赤い子ばっかりですね。最後までご視聴ありがとうございました。